システムの移行テストを実施する主要な目的はどれか。確実性や効率性の観点で既存システムから新システムの切り替え手順や切り替えに伴う問題点を確認する。既存システムの実データのコピーを利用して新システムでも十分な性能が得られることを確認する。既存の他システムのプログラムと新たに開発したプログラムとのインターフェースの整合性を確認する。新システムが要求されたすべての機能を満たしていることを確認する。この中で移行テストを実施する主要な目的はどれでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。答えはこちら、テストにはですね、さまざまなテストがあるんですけれども、今回は移行テストなのでこちらになりますね、既存システムから新システムの切り替えですよね。まあそういったことが書かれているのはこれだけだと思うんですけども、移行テストというのは、確実性や効率性の観点で既存システムから新システムの切り替え手順や切り替えに伴う問題点を確認する、ね、これが移行テストです。その他の文章なんですけれども、既存システムの実データコピーを用いて新システムの十分な性能ね、性能のテストなので、まあ、これは性能テストのことですね。それから既存のシステムがプログラムと新たに関したプログラムのインターフェースね、 UI の、整合性を確認してますから、まあ、UI とは限らないかインターフェースの整合性なので、こちらは結合テストの話ですね。システムが要求された全ての機能を満たしていることを確認するということなので、こちらはシステムテストのことです。移行テストの確認って、ね、目的としてはこちらね、移行新システムから既存システムから新システムの切り替え手順ね、こちらの話、切り替え手順は切り替えの問題点を確認するというのが移行テストの目的となります。